どれどれ、ちゃんと映ってますかな。ぼっちり映っとるで。てか、オタクだか近いわ。おっと、これは失敬。では始めましょう。今日は皆さんに重大発表がありますぞ。二人ともお手伝ってくれてありがとう。こまへんで、後でたこ焼きおごってや。ちなみに見るし、今日はその姿じゃなくていいんじゃないですか。ああ、そっか。おっと、お見事。何気にそれで動画出るん初めてなんちゃうか。皆さん、今日もお疲れ様です。恋わし担当の天使、ミルです。うちはランやで。ほんでこっちはオタクや。私の名前はオタクではなくオタクだです。いつもときめき恋わスクランブルをご視聴いただきありがとうございます。皆さんのおかげでときすくも3周年を迎え、登録者も35万人を突破しました。ほんま大きいね。感謝ですぞ。いやはや、もう4年目に突入とは感慨深いですな。頑張ってきてよかったよね。そんなわけで本日は皆さんに重大発表があります。この度キスクはメンバーシップを始めることにしました。おお、少し前に解説はしていたんですが、告知が遅れてしまってすみません。ついに始動ですな。よっしゃ、うちももっと頑張るで。ほんで、メンバーシップって何するんやっけ。ズコ男子、この前打ち合わせしたでしょ。すまんすまん、おるよね。大体は理解しとるけど、具体的に何するんやっけってことや。なんちゃらしいね。では改めて説明をします。メンバーシップというのは、ファンの方々がチャンネルを応援してくれることで運営を直接支援できる仕組みです。月額制の有料会員になることで、メンバー限定の特典も得られるようになります。ファンクラブみたいな形式か。今回は3つのプランを用意しましたぞ。それぞれ見ていきましょう。1つ目は注意天使プランです。メンバー専用のバッジやオリジナル絵文字が使えるようになります。絵文字も可愛く仕上がったから、ぜひ使ってよ。またメンバー限定の書き下ろしイラストや、制作中の作品の一部を先行公開したり、メンバー限定のアンケートも投稿します。皆さんの感想やご意見をぜひ聞かせてください。あとはメンバー限定の4コマ漫画などを実施予定です。制作の裏側や我々の日常など、いろいろ描けるといいですね。特別感があってええな。2つ目は上位天使プランです。登録していただければ注意天使プランの特典は全てつきます。こちらはトキスクを熱烈に応援してくださる方のためのプランです。応援してくださるメンバーがたくさん集まれば、専用の特典もご用意できればと考えてます。どんな特典を考えてるん。例えばメンバー限定でボイス付きのオリジナル漫画や、非公開になってしまった人気漫画の限定公開などを検討中です。もし他にもやってほしいことなどがあれば、メンバーシップ内で限定アンケートを投稿しますので、ぜひご意見を聞かせてください。熱烈に応援してくださる同士の方をお待ちしてますぞ。3つ目は大天使プランです。登録後は注意上位天使プランの特典は全てつきます。こちらはトキスクを最大限応援してくださる方のためのプランです。メンバーがたくさん集まれば、私たちもすっごく喜びますし、もっともっとチャンネルを盛り上げられるよう頑張ります。これは最強の応援プランやな。ねえ、すでに登録していただいている方もいます。このオタクだ、心の底より感謝いたします。こちらのプランは余裕のある方だけで大丈夫ですので、もしトキスクを最大限応援していただける場合は、ぜひお願いします。よろしくお願いします。それぞれのプランの内容はこんなところですな。うん、そうだね。じゃあ、あとは説明をまとめたものを。あれ、どないしたん。こんなもの用意してたっけ。なんやこれ、いつの間にかすり替えられてますな。と、これよく見とろ。禁断の闇の扉は今この時開かれた。あなたは。なあ、
我が名はリリー、いつか魔界の王となるもの。貴様らは今闇の深淵を覗いてしまった。もう後戻りはできぬぞ。やっぱリリか。なんやリリかいな。おい、なんだその反応は。我がいつからスタンバっていたか。相変わらずの中二病っぷり、お見事ですな。中二病言うな。聞いたぞ見るよ、メンバーシップとやらを始めるらしいな。ちょうどいい機会だ、我がその計画ごとチャンネルを乗っ取ってやる。何言ってるの、そんなことさせるわけないでしょ。魔界最強の我と勝負するか。いいだろう、ライバル新人会ですな。あんまりではミルにちょっかいかけるの好きやな。それにこんな無茶苦茶な内容誰も入ってくれないよ。おい、よこまし。我の悪魔的日常を人間界のものに共有し、眷属を増やすのだ。そしてまずはこの漫画動画界で頂点に君臨する。そのためにもまずは貴様らを吹き飛ばすのだ。それは驚いたか。これは知る者ぞ知る魔界通販から特別に取り寄せた超絶悪魔的な代物。いや、あの行くぞ。我の前で甘ったらしい青春を届けられると思うな。え、いや、見るからに怪しかったから大丈夫か聞こうとしたのに。めちゃくちゃやなあいつ。憎めないキャラですな。でもとりあえず確保。見るし今のうちに説明を。いや、こんなはずでは。おお、ありがとう。皆さんお騒がせしました。本来のプラン、特典をまとめたものはこちらになります。メンバーシップの登録画面でも詳細がわかりますので安心してください。わかりやすいな。登録画面はこの動画の概要欄のリンクやチャンネルのホームからチェックできますぞ。あら、でも登録者35万人ってすごいんちゃう。うん、まだまだだよランちゃん。できる限り毎日投稿を頑張ってるけど、どのチャンネルも面白い動画を出すから、みんなに負けないようにチャンネルを伸ばしていくのも大変なの。確かに。ミルも毎日夜遅くまで作業しとるもんな。制作費もかなりかかりますからな。ご協力いただいている方々に恩返しをしつつ、より皆さんに楽しんでいただける動画を出すためにも応援していただけると嬉しいです。ときめき恋はスクランブルでは、これからも皆さんに最大限楽しんでいただけるお話を届けられるよう頑張ります。そのためにも広告収益や再生数だけに縛られず、安定した運営を目指し、今よりもっと自由に皆さんが見たいと思える動画を作っていけたらと考えています。メンバーの皆さんと一緒に面白い動画を作っていければ嬉しい限りですね。あ、そういうわけや。リリー、あんたも意地張ってやんと協力しよう。別に我がいなくても。リリー、これを見て。もうな、これはリリもちゃんとオリジナル絵文字になってるんだよ。コメントでもリリのことが好きって言ってくれるファンの方もいるんだから。好きファンだからね、時々でもいいから協力して、きっとみんなも喜ぶから。まあ、秘められし我が力をそこまで望むなら少しは協力してやらんことも。悪魔的日常だっていろいろ考えてるし、そのありがとうなんだ。素直やないな。ツンデレ属性とはオタク心を捉えてますな。メンバーシップのご説明は以上となります。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。最後になりましたが、無理せず余裕のある場合で大丈夫ですので、少しでも興味がある方はぜひ動画の概要欄やチャンネルホームのページからメンバーシップでの応援をご検討ください。皆さんの応援が私たちの力になります。これからもときめき恋はスクランブルをどうぞよろしくお願いします。見るです。もし時間があれば